ココちゃん、ちょっと、そのボタン押さないでね。私、ちょっと押してれば、あ、危ない。本当にダメ、ココちゃん。今、私、うんちしてる最中なんだから、ズボンもパンツも脱いでるんだから、そこでおとなしく待ってて。まったく、もう、こうやって、3歳の子とトイレ行きたくなったら、こういう風に、個室と、ちょっと待って、ココちゃん。ダメだよ。待って、あれ、ちょっと待って、ココちゃん。あ、やばい、ちょっと、ココちゃん、ダメ。やばい、ちょっと待って、マジ、本当にうんちの最中なんですけども、ちょっと、行っちゃダメだって。くそ、やばい、ちょっと、待って、ココちゃん、待って、ココちゃん、ちょっと待って、やばい、本当にやばい、ココちゃん、ああ、散っちゃった、あ、そっちは道路、マジで危ないよ、ココちゃん。皆さん、やばい、ちょっとココちゃん行っちゃいましたよ。私まだうんちしてる最中だったんですけども、本当にやばいな、どうしよう、追っかけられ。変態。あ、いや、違うんです。変態じゃない。ああ、やばい。ちょっとズボンとパンツ下ろしたまんま来ちゃったから、誤解しないでください。娘が走って行っちゃって、それに私、ほら、髪で拭いてないから、まだパンツ上げれないんですよ。いやー、どうしよう。このままだと警察呼ばれちゃいますよ。警察呼んで。やばい、私、変態じゃないのに、どうしよう。くそー、ココちゃん、目覚えておけよ。私はそのまま待っててって言ったのに、変態扱いされちゃいましたよ。そして警察を呼ばれましたよ。今私隠れてるんですけども、やばい、大事件ですよ。確かにズボンもパンツも履かない状態で女性の目の前に現れたら、それは変態扱いされてしまいますよね。ココちゃんも見失ってしまいましたし、私は逮捕されてしまいます。どうも、シュンズ TV です。今日はですね、前回に引き続きこちらのメンバーでディズニーオフィシャルホテルグランド日光東京ベイ舞浜ホテルに来ました。行ったよ。ああ、今日は少し雨が降っているな。外で遊ぶことはできなそうだ。そうだろ、ビッグベビー。そうなんですよ、今日はあいにくの天気なんですけども、でも旅行っていうのはみんなで楽しむものですから、全然心は晴れてますね。ああ、そうだココちゃん、外で遊ぶことはできないんですけども、ココちゃん何する？探検。いいね。このホテルはとっても大きいホテルですから、探検するの楽しそうですね。よし、じゃあココちゃん、早速探検しに行きましょう。行こう。はい、ココちゃんと一緒に探検開始です。まずは3階ロビー近くにあるディズニーストアまで来ました。ここはロビーがすごく広くて、本物の太陽の光が降り注いでくるんですよ。まあ今現在は雨ですけども、でもこうやって外の光とともに、室内だけど外にいるような気分になれる、そんな作りが最高ですね。続いてチャペルまで来ました。ココちゃんがね、チャックルズを連れて行きたいと言っていたので一緒でございます。ちょっと記念写真撮ろうよ。そうだね、ココちゃん。うわー、すごいな。めちゃめちゃ神聖な場所でございますね。ココちゃん、とっても嬉しそうだね。そうだよ、だってチャックルズも喜んでるよね。チャックルズ、ああ、探検はとても楽しいな。そしてこちらはレストラン会場でございます。ココちゃん、ここでいつも朝ごはん食べてるよね。ビュッフェスタイルで食べ放題なので、ココちゃんも私もお腹いっぱいになるまでいつも食べてます。ねえねえ、ココちゃん、そろそろ1階の方も行ってみようか。そうだね、今日は探検だ、探検だ。いいね、ココちゃん、よろしくお願いします。はい、続いて1階まで来ました。ここは披露宴会場とかがあって、とっても長い廊下があるんですよね、ココちゃん。あ、ね、おしっこ痛い。おしっこしたくなっちゃった？うん。あー、そうか、じゃあちょっとすぐ近くのトイレ行こうね。うん。あー、トイレを我慢することは健康にも良くないからな、すぐに行こう。いやー、すぐ近くにこうやってトイレがあって良かったですよ。あ、ココちゃん、ボタン押せるの？押せるよ、これでしょ。うわー、すごいな、ココちゃん、ドアを開けたり閉めたりができるんだね。ああ、そうだ、ココちゃん、ちょっと、まずここで、ココちゃんがおしっこして、その後、私もちょっと、お腹が痛くなってきちゃったから、用を足したいと思います。おお、すごい、ココちゃん、自分で閉めたんだね。そうだよ、ちょっとさ、カメラ止めてよ、僕今から、おしっこすんだよ。ああ、そうだね。よし、ココちゃんはなんとか、無事、おしっこ間に合いました。そして、私なんかお腹が痛くなってきちゃって、ちょっと、うんちしたくなってきたんだよ。ちょっと、ココちゃん、待っててね。うん。
ああ、ココちゃん、ちょっと、そのボタン押さないでね、私、ちょっと、押してれば、押してれば、どう、危ない、本当にダメ、ココちゃん。今、私、うんちしてる最中なんだから、ズボンもパンツも脱いでるんだから、そこでおとなしく待ってて、まったく、もう、こうやって、3歳の子とトイレ行きたくなったら、こういう風に、個室と、ちょっと待って、ココちゃん、ダメだよ。待って、あれ、ちょっと待って、ココちゃん、あ、やばい、ちょっと、ココちゃん、ダメ、やばい、ちょっと待って、マジ、本当にうんちの最中なんですけども、ちょっと、行っちゃダメだって、クソ、やばい、ちょっと、待って、ココちゃん、待って、ココちゃんちょっと待ってやばい本当にやばいココちゃんああ、散っちゃったあ、そっちは道路だよ道路マジで危ないよココちゃんやばいちょっととっさに出てきましたけどもああ、しゅんさんズボンとパンツはすぐに上げた方がいい確かにそうだねよしょっとマジでやばいですよココちゃんが行っちゃったああ、しゅんさんココちゃんが戻ってきたぞああ、ココちゃんがこっちに戻ってきましたけどもココちゃん何やってんのまったくちょ、冗談？そうだよちょっとからかっただけまったくからかったじゃ済まないよ本当にいたずら好きなんだからごめんなさいいや危なかったですよココちゃんもう二度とトイレの最中に勝手に開けて逃げないでね逃げないまったくびっくりしちゃったああココちゃんのいたずらでみんな笑顔いっぱいだそろそろ部屋に戻るとするかママあいやただいまみんな帰ってきましたよあれちょっと待ってくださいこれは何をやっているんですかなんかカメラを持っていますけどもああしゅんさんどうやらサニーサイドメンバーみんなで記念写真を撮っているみたいだ旅行にみんなで来たのは初めてだからなそうかみんな旅行に来れてとっても嬉しいんですね記念写真を撮ってるんだってココちゃんココちゃんも撮りたい？うん、行くよ。あ、見て、雨も止んだみたいだよ。今度は外でも遊べそうだね。遊ぶ。じゃあココちゃん、みんなにバイバイしてからおもちゃたちもみんな一緒に外で遊びに行こっか。うん、そうだね。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ああ、外も晴れて、私の笑顔も最高に晴れている。ママ。ああ、サニーサイド保育園のメンバーか。私はよくわからないが、ロッツはもともと手下だったと言っていた。プロスペクターに質問です。逃走中知っていますか？ああ、どこかで聞いたことがある。確かハンターに追いかけられるのだろう。私は追いかけられるのは好きではない。年寄りだからな、そうだろ、ロッツを。いやあ、こんにちは。何をしているのかね？私はもうすでに最強の仲間を手に入れたぞ。ロッツにお願いです。マサオくんを洗脳してください。ああ、過去に洗脳したことがあるがうまくはいかなかった。マサオくんは怖がりだからな。そう、私が今回洗脳したのは悪役で、そしてどんなものでも壊しちゃうやつだぞ。こいつは最強だから、シュンズ TV の部屋で暴れまくって、そして潰してくれるだろう。ロッツチームの諸君よ、お祝いのパーティーの準備だ。ああ、そうそう。ここまで行ってもシュンズ TV を応援したい奴はチャンネル登録をした方がいい。ただし、私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。